今、いろんなアングルで撮影しております最初にラジオを始めるっていう時の第1回目のゲストが二宮智子さんでちょうど『のだめ展』を開かれてたのでちょうどそのラジオの収録の前に『その,のだめ展』についての取材をしている時に「今度舞台やるんだよね」っていう話を聞いて「えっ?」て言ってそれで「 あのちょっと興味あるんですけどっていうところからあの今に至ってるっていう感じで <laughs>、はい、あの今でもね野だめ店にもたくさんの方があのご来場頂い,いてるみたいであの私は閉店後にちょっとあの見学させていただいたんですけどやっぱりあの音楽と一緒にこう回っていくっていうブースになっていて。 そのシーンの漫画のページがこう紙あの壁にあの描かれてるんですけどそれを見ながらそこのシーンの曲を聞くとやっぱり今も「のだめ」が音楽とともにこう蘇ってくるというか生き続けているというか「のだめ」の頃のやっぱりあのファンの方とかもすれ違うと若いあの女の子とか男の子が。 すごく小さい時にお母さんと小学校の時に見てたんですとか言って声をかけてくれることとかもあってだからそうやってたくさんの人の中に映像で残っているのだめがミュージカルになるっていうのが想像がつかなくて歌物ではなくクラシックのどちらかというと演奏するコメディなので。 でもそこで生の桶が入ったりとかでその練習シーンだとかも桶の人たちと一緒に息を合わせてお芝居を作っていくっていうこともあの未知の世界だしあの歌うって言ってもあの歌い上げるというよりはそのお芝居の延長線上でのざめがカンタービレするとどんなふうに歌うのっていうのがちょっと面白いなと思ってあの挑戦してみようかなと。 いう,ふうになりましたまさかでしたね、本当に大好きな作品だったので当時、見てましたしまずミュージカルになるんだっていうのも驚きでしたしまさかあの大好きだった作品の千秋先輩に自分がなるなんて夢にももちろん思ってなかったですしまあそれがこういう形でかなってしかも上野さんが眺 <laughs> めをやられるということで。 ちょっとあの本当に嬉しいですし、多分これ、発表されたら本当にお客様というか皆さんびっくりされると思うんですけどもう怖いです、正直。玉木さんじゃないんかいって言われそうで <laughs>、はい、みんな笑ってる、<laughs> <laughs> <laughs> さっきまで怖い顔してた人たちが <laughs> みんな急に笑って。いいやいやででも本当に大役なので しっかりとその皆様の期待を裏切らないようにというかあの千秋先輩という役を務められるように精の精一杯ご迷惑をかけないように精一杯頑張りたいなという気持ちですし本当に楽しみですはいみんなでねワイワイ楽しくなんかやっぱり色濃く焦ることなく。 皆さんの記憶に残っていいる作品だと思いますし私自身もすご青春時代をあの本当に初めての連ドラの主役をさせていただいたのがのだめで,で長期にわたって関わることができてまさか今になってもこうしてまた別の形であの,のだめをやることになるとはあの。 誰も想像しててなくて私も想像してなかったですけどでも、なんかあの映像で DVD で、ね、何度も見てくださってるファンの方とかがなんかな生ののだめがいるってなるとちょっと嬉しく思ってくれたりするのかなと思って。うんなん 映像だとその年代にぴったりの俳優さんじゃないとできないですけどあの、まあ、今回大学生の時代を演じることになるんですけど舞台ってそういったところの年齢っていうのがリアルにあのその年齢じゃなくても見せられるっていうところもまた挑戦かなと思って、えー、楽しんでのだめとして皆さんとまた再び 会えるといいなと思います。